千葉のスターティングファイブ紹介となります。まずはキャプテンの富樫勇樹から、元 NBL の MVP ゼイビア・クックス。まずはベンチスタートの選手から。ゲーム1はスタートでチーム最多16得点を挙げたビッグロー、そしてセミファイナル2試合で6リバウンドを記録している渡辺。クーリーにはつけてスミスがついている、あ、失礼、ブンニーがついている。うわー、すごい。もう一度取って残りを押し込みました。また岸本、ここはブラウンが追っていった。今村のディープスリー決まりました。その上からメイクしました。スミスからいいパス入った。クックス、ここは中で空いていました。ノンの成功、ちょっと確率自体は悪くなっているスリーポイントです。ビッグローのミドルジャンパー、ここフェーダーで難しいシュート決めました。大きなビッグダブル、はい、たくさんある。これダブルチームはスミスに通る。スミスに田代、スミスステップバック、スリー決まりました。このショット、ここでズレができた。岸本龍一、ビッグロー対スミスはビッグローだ。そして中、クーリー対ブラウン、4人で囲みに行く、決めきる。井口さん、こう見るとトミンのプレータイムかなり長くなってますね。そうですね、もうチャンピオンシップでねローテーション任せられるというちょっと自信つけてますよね。富樫また中に入っていった。今日は全て2ポイントで準備を作ったショットです。あ、そしてポイントアダムスティール、琉球自らのタイムアウト。ブラウンから富樫へ、富樫がスピードからブラウンに渡した。マキには内を打たせない。ビッグロー対スミス、フルス対決のビッグロータフショット、決め切った。さあ、空いた牧隼人、超最大17点差。クリストファー・スミス対ダーラム、スリーポイント、これがクリストファー・スミスです。会場もどよめいています。残り時間は2分となりました。富樫からクックス、ダンクが決まりました。ビッグロー左手リバウンド、ダーラム、やはりインサイド強い琉球。おそらくはショットクロックバイオレーションが先に成立します。まだおそらくは試合終了にはならないでしょう。あ、これもう流しましたか。